フィリップス男爵、ニコラス・フィリップス・ワース、マトラバーズのフィリップス男爵、ニコラス・アディソン・フィリップスは、イギリスの裁判官、報復貴族、政治家。裁判官として、キャリアを積み、1999年に、常任上訴報復貴族となり、2008年から、首席常任上訴報復貴族となったが、2009年に、貴族院から、最高裁判所権能が切り離されたのに伴い、 連合王国最高裁判所初代長官に転じて2012年まで務めた。1938年1月21日生まれ、ブライアンストンスクールを経て、ケンブリッジ大学キングスカレッジへ進学。1962年に法廷弁護士資格を取得した。1973年から1978年にかけて国防省や財務省の行政問題に関する、 弁護士となる。1978年に直線弁護士となる。1982年から1987年まで刑事法院臨時裁判官を務めた。1987年から1995年にかけては女王座部高等法院裁判官を務めた。1991年から1997年までブリティッシュカウンシル法諮問委員会の委員長を務め。 1992年から1997年まで、法教育評議会の議長を務めた。1995年に、数密顧問官に列する。1995年から1998年まで、構訴院裁判官を務める。1999年1月12日に、常任上訴報復貴族となり、一代限りの借位、カムデンロンドン特別区における、 ベルザイズ・パークのワースマトラバーズのフィリップス男爵を与えられ、貴族院に議席を得る。2000年6月6日に記録長官に就任する。2005年からは、イングランド・ウェールズ首席判事へ転任。2008年から、首席上人上訴報復貴族となるが、2009年に、貴族院から、最高裁判所機能が切り離されて、連合王国最高裁判所が新設されたのに、 ともない、連合王国最高裁判所初代長官に転任した。規定により常任上訴報副貴族は、最高裁判所裁判官を務めている間は、貴族員への出席権、投票権を失うが、退任すると貴族員議員資格が復活することになった。在職中の2011年4月23日に、女王エリザベス2世より、ガーター勲章勲章氏に助せられた。 2012年に最高裁判所長官を退任したため、貴族院議員に服した。ありがとうございます。